Hey. What are you doing? I'm trying to make pasta. Wow. You want to try? Here. Here, take some. There you go. すごい、ジョー君もパスタ作ってる。なんでパスタ作ろうと思ったの? Because I love Italian food. And I saw this Italian grandma on TikTok. Her name is Nonna Pia. Nonna Pia. Nonna Pia. その人がパスタ作ってたの? Yes. He didn't want to get his hands dirty. Here. I'm going to push. Yes.Yes. Yes. Here, you do this one, okay? Here, you make a big one. You do this one, okay? Is it fun? For pasta. Pasta. Do you like pasta, Joe? Yummy pasta. She looks small. She looks small. I see.Chicken? Buddy, that's pasta. This is hard work, man. Those Italian grandmas, they do this by hand every day of their lives, evidently. Every day, すごいね。That lady on TikTok, she's 84 years old. She makes pasta every day, she says. Wow. And I don't know if I'm doing that right. I'm trying.Big Buddy, can I have that, please? Thank you.手作りパスタと手作りキャンドルの紹介だったんですけれども、手作りパスタは本当に美味しくって、すごいもちもちしていてプリプリしていて、トマトソースとバッチリだったので、カエルにこれからもパスタをたくさん作ってほしいなって思ってます。ジョー君もこの前パスタ作りした時はちょっと触りたくないっていう感じだったんだけど、今回はいっぱい自分から積極的に触ってパスタを作ってくれたので、一歩成長したなと思いました。あとキャンドルはこの前ソイワックスラップを作った時にたくさん余ったソイワックスでキャンドルを作ってみました。
で、普通のキャンドルと違ってソイキャンドルは空気を浄化してくれるっていう作用もあるみたいで一石二鳥だなと思います。でキャンドルのこういう芯とかはアマゾンで買うことができたのでそれを使ってやってみました。でこの容器はこれ前から持っていた可愛いあのアメリカのお母さんがくれたやつを一つキャンドルにしてみたのと、であとこっちはただの空き瓶なんですけど、多分マスタードとかジャムとかが入ってたやつかな。こういうのをあのキャンドルに使うことができるかなと思ったので今回使用してみました。はい。で、ソイキャンドルの匂いだけでもすごい優しい感じでいいんですけれども、そこにあのアロマオイルを付け足すともっといい香りになるかなと思って今回ティートゥリーを買って入れてみたんですけれども、やっぱりちょっとアロマオイルって火に弱いのかな、なんかあのろうそくの中に入れるとちょっと匂いが弱まっちゃってあんまりあの香ってこなかったので、今度はあのちゃんとしたエッセンシャルオイルを買って試してみたいなと思ってます。はい。それから、火をつけるのに、マッチを買ってみました。カエルもすごいマッチの匂いが大好きだって、アメリカって暖炉使うんですけど暖炉に火をつけるときにこのマッチよく使うみたいでアメリカ思い出すなって言ってました。最近なかなかマッチをすることってないと思うんですけれども、あのマッチは木でできてるし、この箱とかもね、紙でできているのでとてもエコなんじゃないかなと思って、これからマッチを使うようにしていきたいと思います。なんか夜のくつろぎ時間とかに部屋の電気を消してろうそくを灯してね、なんかのんびりしたりするとすごいリラックスできるので私たちはすごいよくするんですけれども、キャンドルもすごく簡単に作れるのでぜひ皆さんもチャレンジしてみてください。はい、では今日も見てくださってありがとうございます。次回の動画まで See you next time! Bye!